マイタシです。今日はですね、新年一発目の動画となっております。皆さん明けましておめでとうございます。今年の動画もよろしくお願いします。まあ、そんな今年2024年一発目の動画なんですが、なんとですね、このプラグにとんでもないブランドが入ってきたんです。そのブランドをご紹介していきますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、そんなとんでもないブランドということなんですけども、はい、皆さんちょっと気になるでしょ、どんなブランドなのか。そのブランド名がですね、ダストネーションというブランドになっております。ピンと来ないですよね。多分そうだと思います。来ないと思うんですけど、はい、2021年に設立された日本製のニットブランドになっております、はい、で、もう2024年ですけども、はい、この3年間寝かしに寝かしたブランドなんですよね。で、このダストネーションどういうブランドなのか、これから軽くご説明させていただくんでちょっと見といてほしいんですけども、はい、このブランド自体はこの3年間の間にポギーさん手掛ける 2G でポップアップしたりとか、うん、あとハイプビーストで、特集組まれたりとか、しかも1回じゃないよ、2回も3回も何回も特集組まれてたりとか、あとその他メディアで、ファッションメディアですごいこう取り沙汰されているブランドがこのダストネーションというブランドなんですよ、うん、なんでこんなに取り沙汰されているのかというところなんですけども、これ手掛けてる2人がいるんですよ、はい、この2人がもうレジェンド級の2人なんですよ。そうなんです。その2人が誰なのかという話なんですが、クライスさんと長戸さんという方で手掛けられております、はい、で、そのクライスさんという方がこのダストネーションのディレクターなんですけども、はい、このクライスさんがまたすごいんですよね。すごいですよ。ノースフェイスの海外限定ラインのノースフェイスアーバンエクスプロレーションっていうブランドがあるんですよ、はい、そのアウトドアのブランドをちょっと都会でも着れますようにっていうような海外限定のラインなんですけど、それを手掛けられております。すごいね。うん、それ以外にもアディダスで自分のラインを持ったこともあります。あと、あのベイプですね、初期のベイプのグラフィックも手掛けてたんですけど、これも2号さんから直々にオファーを受けて手掛けられてたと。それ以外にもネイバーフットの滝沢さんですね、はい、といとこだったりとか、もういろんなつながりもあり、なおかつ世界も認める2号さんのクリエイティブにも携わってるというような、とんでもない方がこのクライスさんという方です。その方がこのダストネーションのディレクターをされてるんですよね、はい、で、もう一人のこの長戸さんという方なんですけれども、アンダーカバーだったり、あとラッドウィンプスとかのアートディレクションを手掛けてるという方なんですよね。2019年にはライジンともコラボして T シャツリリースしてたりとか、まあ、あとアーティストやったらサザンオールスターズですね。サザン、あと米津玄師とか、米津玄師、あと小袋、で、ポルノグラフィティ、スラックとかね、もう数々の多岐にわたるアーティストさんのアートディレクターも務めてるのがこの長戸さんという方なんですよ。もうそんなとんでもないお二人が手掛けてるのがこのダストネーションになっております。で、このダストネーションなんですけど、ちょっともうちょい説明させてね。元島製作所っていう、もうとんでもない日本トップクラスのニットとか作ったりする工場があるのよ。そこにいらっしゃった方が独立してやってる、また日本トップクラスのニット工場で今回作ってるんですけど、このニットっていうのが本来っていうか、まあ普通作る上で、あのデータ処理するじゃないですか。ただプリントと違って編み込んで作っていく、編み込んでグラフィックをこう再現していくもんなんで、中途半端なニット工場やったらもう細かいグラフィックを絶対再現できないんですよ。ただそれを再現できる唯一の工場が国内にあって、そこで作っているのがこのニットになっております。はい、こういうニットって細かいグラフィックを忠実にデータ通りに再現するのってめちゃくちゃ難しいだろ。むずいのよ。それをもうかなり細かい、もう寸分狂いなく、めちゃめちゃ細かい、はい、寸分狂いなく再現してるニットがこのダストネーションになってまして、これのニットの説明を上からしていきます。どうですか皆さん、ここまで聞いていただいて、ちょっともう疲れたかもしれないですけど、最後まで聞いてくださいね。はい、というかもうニットの説明は今ほぼ全部してしまったか、はい、全部したんで、これから商品それぞれの説明を軽くさせていただくんですが、まず僕が着用しているこのカーディガンですね。カーディガン、これ今回プラグでもう激推し、一番推してますね。一番推してる、一番推してます。これもう俺個人で私物で買ってるやつなんで、はい、で、今見えてないけどカメラ裏で雄大もこれ今日着てきてんのよ、はい、っていう、もう俺たちも非常におすすめのカーディガン。これはいいぞ、めっちゃいい、うん、まずこれ素材がですね、コットン100なんですよ、はい、メイン100のカーディガン。ただ近くで見たらめっちゃニットでしょ。これピント合ってるかな、合ってると思いますけど、はい、めちゃめちゃニットの柄なんですよね。細かいでしょ、もう柄が、ほんまに細かいよ、ほんま
もうこれ見て、この糸一個一個でもうちゃんと柄が紡がれてるという、もう近くで見たらニットやけど離れて見たらちゃんと絵柄になってる。絵柄っすね、絵着てですもんね。そうやね。でこのニット綿100やからチクチクもせえへんし、これタンクトップの上に着てるんやけど、もうめちゃくちゃ着心地いいよ。これめちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいよ、ほんまに。まあカーディガンやからさっと羽織れてすごい使い勝手がいいよね。中継アイテムとしてインナーとアウターの間に今なら着たらいいし、で春先はもうこれメイントップスとしてね着ていただけるというようなカーディガンになっております。で僕が身長168cm、 体重 60kg で L サイズですね。 L サイズで、サイズ展開は L と XL の2サイズ展開になってまして、はい、それの L サイズを僕が着てると。柄すごいやろ。柄すごいっすよ。すごいよ、この色々もうどこでも色拾えるっすもん、ね、うん、どこでも色拾える。何色持ってきても拾える、うん、靴でも帽子でも何色持ってきても拾えるから、無地タンクにこれ羽織るだけで、うん、もうおしゃれに見えるやん。見えますよ、うん、でこれ黒パン履いてるだけやから、いけますから、それだけで仕上がるから、はい、もうこのカーディガン、皆さんちょっとお値段気になると思うんですよ、はい、こんな人たちが手掛けてるもう国内最高峰のニットなわけやんか。で他の海外ではもう作れないような超ハイクオリティコットンニット、こちらのお値段がですね46,000プラス税となっております。まだ手の届かない範囲じゃないと思うんですよ。新年一発目どうですか。新年一発目、裏腹系が好きな人はさ、もう絶対に外せへんブランドやん。メンタも飛び出るでしょ。うん、そのニットが超クオリティ高いニットが46,000プラス税で手に入ると、はい、これは皆さん買わないわけはないと思うんですよね、はい、で取扱店舗俺全然、まあ、他の店舗さんは知らんねんけど、あの大阪は一応関西圏はうちだけになってます、はい、で取り扱うとしてもまあ名だたる何かしらのショップさんが扱うとは思うんですけど、なぜうちができたみたいなっていうようなレベル、まあ、いろんなご縁があって取り扱わさせてもらうことになったんですよね。でまあこのカーディガン46,000、皆さんぜひご検討ください。お願いします。次のやついきますね。はい、次ですね、こちらカウチンニットになっております。カウチンニットって久々に聞くような。そうやと思うっすよ、うん、もう10年ぐらい前とか、もうそれ以降もまためっちゃ流行ってた時期はあんのよ。今若い子らも馴染みないんじゃない。馴染みないやろな、まあ、そんなカウチンニットなんですけども、こちら商品名がですねゲームオーバーという商品名なんですけども、はい、まあその名の通りちょっとこうゲームですね、昔のゲーム8ビットのファミコンのグラフィックのようなものをこのニットでそれを再現してると。これすごいよ、すごいよ、これすごいよ。ニットの網がね、一つ一つこの8ビットに見えるような編み方をしてるんですよ、うん、えぐい、えぐいよな、えぐい、うん、離れてみたらちゃんとこうなってるっすもん、なってるもんな。ゲームオーバーという名の通りこのな、レトロゲームみたいなデザインになってる、うん、これがカウチンニットに落とし込まれてるって、もうすごいよね、すごいよ。まあ、カウチンってアメカジベースのね、アイテムではありますんで、まあ、ちょっとアメカジっぽく着てもらってもいいですけど、まあ、おのおのね着たいように全然着てもらってもいいと思うんですよ、このグラフィックのテイスト的にもね、うん、僕は今回これバギーパンツ、スキンズのバギーパンツで合わさせてもらってますけど、アメカジやな、アメカジやな、裏腹っぽいな、うん、裏腹っぽいよな、めちゃくちゃ裏腹っぽい、裏腹っぽさある。実際昔なその2号さんのブランドからさ、うん、カウチンニット出てたりとか、ね、まあ、裏腹系ブランドもよくカウチン出してたのよ、うん、もうそれをしっかり踏襲してる感じね。なこれ欲しいな、めちゃな、雄大好きそうやな、こんなんな、うん、めちゃめちゃいいと思うわ。でリブもちょっと太めになってます、うん、でちゃんとこの手首に吸い付くようなリブニットになってますんで、なんかこうダルーンとした見え方にはならないです、はい、でここをちゃんとポケットもついてますんでね、あの手元の防寒もバッチリとなっております。で素材は、こちらアクリルとウールですね、はい、になってますんで、ちょうど今時期から着ていただけるようなニットですね。で案外ニット系のアイテムって持ってない男子は多いと思うのよ。でも最近気になってる人多いっぽいっすよ、やっぱり、うん、パーカートレーナー行った後の、そう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 、パーカーとかトレーナーとかその辺用もみんな結構持ってると思うねんな、うん、ちょっと違う変わり種欲しいなっていう方にはもうこのカウチンニット、うん、超おすすめ、おすすめ、はい、僕今全然タンクに着てても全然チクチク気にならないぐらいのレベルです、はい、で、中はまあロンティーだったりとかトレーナーとか割と首詰まったやつ着てもらってもいいですし、まあ、そこはお好みで合わせてあげてください。でこちらもカーディガンと同じ LXL 展開の L サイズを僕着用しておりまして、はい、お値段がですね55,000プラス税となっております。こんな国内生産の超高級高品質カウチンニットが55,000なんでね、かっこええわ、ほんまめちゃめちゃかっこええわ、ほんまかっこええわ、ほんまにかっこいいよな、ほんまにかっこいい、超おすすめのアイテムなんです、はい。
はい、ということで次こちらですね、ニットフーディーになっております。ただこちらのニットフーディー、なんとコットン 100% です。いいですね、これ着心地エグいエグいマジで俺今まで着た服の中で一番着心地いいかもしれない。マジめちゃくちゃ着心地いいわ。これほんまにエグい、トロットロトロットロ、わらび餅のなんか中に俺入れられたんかなっていうぐらいなんかトロトロやわ。すごい肌触りのいいコットンニットになってます、はい、まあニット 100% なんで毛玉もできにくくなってますね。でこれパーカーなんで、まあ、フードちゃんとついてるんですけど、フードもちゃんと大きいんですよ。大きいですね。大きいんでフードかぶって着てもらってももちろんいいです。でこちらの商品名なんですけども、おそらくイリオスという読み方で合ってると思うんですけども、古代ギリシャ語ですね、はい、で、太陽という意味がありまして、はい、その名の通りこれデザインがちょっとこう太陽のデザインが8ビット風のいいですねデザインで、はい、かっこいいな。そうなんですよ、こちら編み込まれております。そうなの、これプリントじゃないのよ。編み込まれてんの、編み込まれてんのよ、これニットで。すごいよ、日本ってほんま英技術持ってるな。うん、でこれねまたサイドチップついてるんですよね。熱いサイドチップついてるから脱ぎ着もすごいしやすい。楽、俺めっちゃ着るの楽やったもん。おー、うん、脱ぎ着がしやすいし、汗なった時にちょっともうここ、はいはい、こうやっときゃ涼しになるから、ね、レイヤードもできるし、レイヤードもできるし、うん、チラッとここからねなんかこうレイヤードで見せてあげることも可能ですと。まあシンプルにこのジップついてるだけで一つのさデザインのアクセントになってるから非常にいいよね、はい、でこれこっちはついてないです、はい、こっちだけなんでアシンメトリーなジップなんですよ、はい、それがまたいいよ ね、 いいですね、両ジップじゃなくてね、はい、でデザインはもうこちらフロントにワンポイントとバックと、はい、はい、になっております。ややドロップショルダーなんよね。そうですね、ですごい肩回りも楽やし、もうこれ着たい人しか分からへんわ。俺ちょっとなほんま着心地ってね、うん、どうしても無理ですからね。とんでもなく着心地がいいし、きっとあなたが着たことのある服の中で3本の指には入るはず俺も今まで何万着と着てきてるわけやん。もう服屋さんもずっとやってるわけやし、うん、もうこれ一番ええんちゃうか。すごいな、すごい着心地がいい。でこちらグレーとブラックの2色展開になっております。はいはい、こちらの2色展開ですね。でこちらルックでもこんな感じで、うん、はい、着用されておりまして、ルックの雰囲気もかなりかっこいいよね。で、僕これカーゴパンツで今回グローチャーのカーゴパンツ履いてるんですけど、はい、カーゴパンツとかとはわし上げてもいいし、うん、まあ、デニムでもいいし、レザーパンツでもいい し、 いいし、好きなやつでわし上げてください。ニットのパンツじゃなければ、そうですね、もう大体何でもいけますから。でこちら僕着用してるのが同じく L サイズですね、はい、L と XL の2サイズの中の L サイズを着用しております。でお値段が45,000プラス税となっております、はい、これ45,000で買えるのはもうほんま贅沢やわ。贅沢っすよ、贅沢なレベル、めちゃくちゃおすすめのパーカーなんで、ぜひご検討ください。はい、次ですね、こちら、ボーンニットフーディーになっております。かっこええ、まあ、その名の通り、このボーンニットが、はい、はい、背面にありまして、なんかちょっとこのアンカバっぽさの、アンカバっぽいっすよね、雰囲気もちょっとこう、醸し出すようなグラフィックのニットになっておりますけど、かっこいい、めっちゃめちゃめちゃかっこいいよ。で、こちら今回僕、また L サイズ着用してるんですけど、もう XL が完売してるんですよ。いや、まあ、伝わるんすよ、やっぱそう伝わるよ、え、早いねんな、早い、また売れるんが、XL がもう速攻完売してしまいまして、だって試着した人がさ、これめちゃくちゃええなってやっぱみんな口揃えて言うから。で、こちらに関してもサイドジップになっております、はい、ちなみにこのサイドジップ一応ダブルジップ、ジップなんですよね、うん、まあ、この上はまあ別になんか開けなくてもいいかなってことではあるんですけど、下からね開けるときは開けていただいて、はい、 でね、でこちらも先ほどのパーカーと同じくフロントポケットですね、はい、こういう風についてまして、あとここドローコードついてます。紐ちょっと長めなのも嬉しいっすね、うん、紐長め嬉しいね、うん、でこっちももちろんフードちょっと大きめなんで、かぶってもらってもいいですし、全然下ろしてもらってもいいです。で、これニットフーディーってどうしてもフードがペタンとなりがちなんやけど、これをならないのよね。ならない、なぜなら目が細かいから、ほんまに目が非常に細かいから、フードもしっかり立つんよ、うん、これそんじょそこらの、綿100のさ、よくある裏パイルのパーカーより全然立つ、ちゃんとニットやのに、うんうん、ほんまに、またこれも着心地抜群にいいから非常におすすめです。おすすめです、ほんまに。なんしこのグラフィックベラボーにかっこいいよ、ね、かっこいい、さすが長戸さん、うん、うん、で、またこのパーカーでニットでっていう、ニットのパーカーってあんまないやんか、あんまりない、ね、そういう希少性もこいつはありますんでね、はい、非常におすすめです。こちらもお値段は45,000プラス税となっておりますんで、はい、ぜひご検討ください。はい、ということで今回はダストネーションちょっと熱を入れてご紹介させていただいたんですけど、入っちゃうんですか、入っちゃう、マジでめちゃくちゃめちゃくちゃいいからね、
皆さん、ほんまに超おすすめなんよ。まあ、奈良市クライスさんと長戸さんっていうこのアパレル業界においてもレジェンドのお二人ですね。世界的に見てもレジェンドのお二人がタッグを組んでこの2024年から本格的ローンチをした一発目ですと、うん、力入れてないわけないやん、ブランドにもね、うん、で俺らもやっぱ手に取ってより良さが分かるというか、これちょっとみんなにほんまに知ってほしいよ。知ってほしいな、これは。うん、超おすすめやね。もう俺も雄大も、ま、ガチで、もう雄大なんかここ最近年末ぐらいから毎日これしか着てない、これしか着てないそれぐらい気に入ってきてるし、うん、俺も結構着てるんやけど、これあと説明するの忘れたけど、このカーディガンに関してはこのボタンもちょっとメタルのボタンになってるのよね。凝ってるな。凝ってんのよ、ほんまに。これ超ほんまにええニットやな。ええニットよ、これもう着るだけでもう仕上がるから。仕上がりますよ、うん、これほんまに皆さん、ぜひご検討ください。お願いします。値段で言うとそんな安いもんじゃないけど、うん、作りで言ったら全然高くないから、全然いける、うん、いける人はもうぜひ行っちゃってください。気になる発売日なんですけども、うん、この動画が上がった頃8時からです。8時からオンラインストアで販売しておりますんで、はい、オンラインストアの方駆け込んでください。お願いします。もう買えるところほんまに全然ないからね。ないと思います。ないんで、もうぜひうちのお店でご購入してください。お願いします。で、この1月3日からオンラインストアでご購入していただいたお客様には、なんとこのプラグゼウス、うちのプラグのオリジナルステッカーをノベルトゥースしてプレゼントします。これ過去にも一時期配布してたやつなんやけど、しましたね、ちょっとまたプラグゼウス欲しいというお声もいただいてたんで、復刻ですね、復刻で今回、はい、50枚だけ作らさせていただきました。ですね、この50枚なくなり次第配布は終了するんですけれども、ね、はい、オンラインで購入していただいた方にはこのプラグゼウスですね、はい、デザイナーはあの OG キックスです、ね、OG キックスさんにデザインしていただいたこのラップリマンステッカーをプレゼントいたしますんで、ぜひ皆さん、このタイミングでもありますんで、はい、ダストネーションオンラインストアでご購入ください。お願いします。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とエンディングボタンよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。